歴代最強日本代表さんイラク相手に完敗してしまう。完敗やな。中固められてイラクの守備を崩せなかった。イラクのプラン通りにやられてしまった感がある。とにかく足が長いし、足が速いし、動きもすごく良い。全員でガチガチに守ってからのカウンター、大昔のイタリア代表みたい。マイクマを出してくれ見た感じ、菅原ひどいぞ。今日の森保監督の采配には疑問を感じる。なぜザイオンを先発させたのか。南の伊藤の組み合わせは意味わからん。森保のGL2戦目は呪われてるな。なんで久保と堂安を一緒に出さないの。交代に関してやれることはやってるんじゃね。ただスタメンの配置はどう見ても失策だとは思うけど、地上波でこの試合はきついな。ここから切り替えてインドネシア戦頑張ってくれ。